はいどうも皆さん、サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネルとか Discord への参加とかね、スーパーサンクスとか本当ありがとうございます。今回はですね、400億円以上をかけて開発が続けられているスターシチズンという大規模なね、宇宙 MMORPG、 まあパソコン限定でね、現在は開発が続けられているんですけども、こちらのゲームでなんとですね、10日間限定で、まあ、12月1日までですね、無料でプレイできるという体験期間がですね、今回設定されましたので、それについてですね、皆さんに始め方とか注意点とか、まあそういったものをね、お伝えしていければいいかなと思います。で、一応先に言っておくんですが、この後ですね、先ほど無料でプレイできるとはお伝えしたんですけども、一応ですね、もしパッケージをもうこの後もすぐ買いたいと、無料期間とかもどうでもいいから、もう私はスターシーズンをすぐ始めるんだっていう方はですね、こちらの動画を見ていただいて4000円得をしてね、スターシーズン始めていただければいいかなと思います。まあこの動画のね、途中でも後でね、まあちょっと解説はするんですが、はい。で、まあスターシーズンどういうゲームかっていうのはですね、まあ今画面に出ている感じなんですけども、まあ本来ね、全部英語なんですが、まあそんなにね、難しい英語あんま出てこないので、はい、安心してもらえればいいかなと思います。これはね、Google 先生に翻訳していただいてます。で、これからご紹介するね、ホームページ全部 URL 動画の説明文に入れておきますのでね、まあ安心してください。で、まあいろいろ書いてあるんですけども、こちらとりあえずですね、無料でプレイできる期間なんですが、11月の、まあ、日本時間だと多分20日ですかね、20日の午前1時ぐらいかな、から、12月1日、まあ、実際日本時間だとちょっとね、まあ、多分ね、12月2日の午前5時ぐらいになるのかな、わかんないけど、多分そのぐらいだと思うんですが、まあ、無料プレイができると。で、いろいろ書いてあるんですが、大まかにですね、まあ、順序を言っていくと、まあ、スターシーズンね、まあ、RSI というのはスターシーズンの公式サイトのことなんですけども、まあ、スターシーズンのね、アカウントを作って、で、アカウントを作るときね、先ほどご紹介したこの動画を見て、この動画の中にね、リフィーラルコードっていう初回登録特典コードがあるんで、それをね、このアカウントを作成するときに入力していただくと、4000円分得をしてね、まあ、開始できるので、まあ、ぜひやってください。で、その後ですね、まあ、ゲームクライアントを、まあ、この辺からダウンロードして起動するという感じで、まあ、大体、はい。やっていく形になります。で、今回ね、ただまあそう言ってもね、何を買っていいか全然わからないという方も多いと思うので、ここからはですね、ちょっと無料プレイ期間とはまた別にね、もうパッケージとか全部買って私は始めるんだっていう人向けに解説をちょっとしていきたいと思います。まあ、つまり登録するときに初回登録特典コード入れて、で、まあ12月2日以降にですね、まあもう無料プレイ期間終わった後も私はプレイし続けるってことをもう心に決めてるっていう方はこの後も見てください。で、まあ、ゲームのね、パッケージいっぱいあるんですけども、まあ、当然ドルになってるんで、実際はね、これにまあ110円ぐらいかけた金額になるんですが、これを見た瞬間ですね、わけわかんないと思います。で、これ何かと言いますと、まずですね、パックと書いてある。これはですね、ゲームの、クライアントと、あと船自体が、まあ、混在しているものが大体パックになってます。まあ、もちろん例外もね、たくさんあるんですけども、こういった名前にね、スターターパッケージってついてるのは全部そうです。基本的にはね。例えば、この上のやつだと、マスタングというね、この、まあ、今画面出てますけど、この船とスターシーズンのクライアントがついてきます。で、一応ね、それでも不安だっていう方はね、モアインフォって押してください。モアインフォを押すとですね、切り替わりまして、よいしょ。ここにですね、スターシーズンデジタルダウンロードって書いてあるんですけども、これがですね、この、まあ今から購入するこのパックの中に、スターシーズンのね、ゲームクライアントも入ってますよっていうことを指してます。これがないと逆に言うと、船だけですのでね、ゲーム始められませんので注意してください。まあ一度買えばね、当然いいんですけども、一度買ったらもう大丈夫です。ただその後、もし船をね、まあ、追加でなんか買いたいっていう時に、このスターターパッケージもう一個買うってことはしないでください。そうするとね、スターシーズンのソフト2個持ってるみたいな変なことになっちゃうんで、まあ、多分警告か何か出る気はするんですけどね。で、一応もう一点注意なんですが、ウォアボンドってこれ書いてあるんですけどもね、これ何かと言いますと、このゲームはですね、いらなくなった船を、まあ、ゲーム内というかね、スターシーズン専用通貨に戻して、で、そのお金でまたね、リアルマネーとそれをね、合わせて、また別の船を買うってことができるんですけども、その時、
そういったことがねできないような購入システムになってるのがウォーボンドです。つまり何かと言いますと、まあ、その分ね割引されてるんですけどもね、例えばねちょっと例を一つ挙げると、何か新しい船を30ドルで買いましたと。でその船いらないけど60ドルの船が欲しくなったという時に、30ドルをゲーム内通貨に変換して、30ドル分ので自分の手元にあるねさらに30ドル分のお金をプラスして、そうするとスターシーズの通貨的にはね30たす30で60ドルあることになるので、60ドルの船が買えるっていうのがこのゲームのシステムなんですけども、そういったことをねせずに買う、現金で直接買うという場合に限り低価格で買えますよみたいになってるのがこのウォーボンドっていうね書いてあるものです。まあ、この後ちょっとねまた別の説明で出てくるんですけども、なので基本的にはですねウォーボンドって書いてあったら、まあクレジットカードかペイパルか、まあその辺でね、買えるもんだと思ってください。まあ最近クレジットカードねすごい簡単に作れるんで、まあそんなね手間じゃないと思います。なんか LINE とかもやってるよね、なんかスマホでクレジットカード一瞬で作れるやつ、一瞬で作って、まああれデビットカードなんですけどね、ほとんどスマホで作って、で銀行口座直結して、で銀行口座からそのね LINE か何かのこの何まあお金みたいなのに変換すると、そのクレジットカードとしてその入れたお金の分だけ使えるみたいなのがデビットカードでありますけども、まあそれとね、まあ、そういった風にしたやつのみで買えるのがこのウォーボンドです。でいっぱいあるんですけども、正直言ってですね、まあ個人的にはオーロラ MR というこの船あんまりおすすめしないので、まあ、まあスタンクでいいんじゃないかなと思います。でこれ今見た時ですね、さっきから皆さんちょっと思ってたかもしれません、なんか一番左と一番右同じもんじゃねっていうね。で実はですね、スターシーズンってもう一個同時に開発が行われているものがありまして、それがこちらのねスコードロン42というものなんです。これがねついているのがこのコンボパックです。コンボって書いてありますよね。でつまりですね、スターシーズンのソフトとマスタングという船とスコードロン42というねスターシーズンと同じような世界観で作られているオフラインゲーム、これオフラインゲームなんですけど、その3つを全部一緒に買うんであればこの金額で私は売ってあげますよってことがここにね書いてあります。でスコードロン42って単品だといくらするかっていうと、50ドルぐらいします。約5000円ですね。スコードロン42スタンドアローンプレージって、これ単発販売みたいな意味なんですけど、これだとね50ドルぐらいします。でもこちらね、はい、こちらだとまあ、差額で言うとこれ23ドルぐらいですかね、22、3ドル追加で払うんであれば、その50ドルとかいりませんよっていうね、一度に買ってくれるんであれば23ドルで済むけど、分割で買うんであれば50ドルですということなので、まあ、もしね将来的にそのオフラインの、スコードロン42というねこのゲーム買いたいという、まあ、気持ちがあるのであれば、まあコンボパックの方を買っていただけるといいかなと思います。で余談ですけどもね、もしお金がね私は有り余って仕方がない、もうそんなケチケチしないから1万円ぐらいの買いたいっていう人はアローのねスターターパックとか買っていただいてもいいですし、まあ、個人的にはねアベンジャータイタンが一番一番ね汎用性に富んでる気がするので、アベンジャータイタンがいいかなって気するんですけど、これねただ8000円ぐらいしますので、はい、まあまあまあっていう感じで、カトラスブラックもね非常に良いお船だと思います。カトラスブラックかアベンジャー買っておけばね、まあうん、ストレス溜まることはないと思います。マスタングはとかねオーロラは安い分ちょっとストレス溜まるんだけど、100愛はね個人的に好きじゃないです。この辺もねいらないね。フリーランサーはねいいんだけど、ちょっと UI が古い、うん、であとまあコンストレーションかっこいいんだけど値段がやばい、うん、まあそんな感じでですね、まああと超お金があってもしょうがないって方はね16500ドルというですね、まあ日本円だと200万円ぐらいでしょうか、200万円ぐらいのねすごいパッケージも売ってますので、まあ、興味があれば買ってみてください。ただね、これコンシェルジュのマークついてるんで、多分ね、最初で表示されないと思う。10万円ぐらいね、課金したら出るやつだと思います。はい。今ので俺の課金金額大体分かったと思いますがね。まあ、400億円かけてね、作られてるゲームですので。はい。で、続いて、ちょっとですね、ここからややこしい話になっていくんですけども、このゲームでですね、船をアップグレードするというシステムをね、使うときに非常にですね、重要な知識になってきますので、よく聞いてください。めっちゃ大事です。めっちゃ大事だし、多分上級者というか中級者以上は全員知ってるような知識です。そのぐらい大事だからみんな知ってるってことなんですけども、よく聞いてください。で、このゲームですね、船のアップグレードシステムっていうのがあるんですね。例えば、55ドルの船を、これ前の動画と別の説明だから、ちゃんと聞いてね。前の動画見てる人も。例えばですね、55ドルの船を140ドルの船にね、する場合は、差額として94ドルぐらい払えばいいんですね。これ消費税が増えてるんで、この
厳密にはこの差額じゃないんですけど、まあ、大体差額なんです。ただですね、アップグレードするとき一つだけ注意がありまして、このゲームですね、保証期間というものがあります。船自体に保険が入ってるというね感じだと思ってもらえればいいんですが、これ何書いてあるかっていうと、この車のね、車じゃない、まあ車だけど、車の保険期間は120ヶ月、約10年ですね、10年と書いてあるものと、もう一個、よいしょ、ライフタイムインシュランスと書いてあるのがあるんですが、これ何かと言いますと、これはね、障害保険です。つまり10年とかそういったくくりがない保険ということなんですね。で、この保険システムですね、ゲーム内ではまだ一切実装されてないんですけども、みんなね、ライフタイムインシュアランスみたいになっているんですけども、将来的にですね実装された場合、こっちはですね期間が有限なんですね。こっちは有限で、こっちは無限なんです。右が10年、左は無限で、なんでこんなことになってるかっていうと、こっちはね、先ほど説明したウォーボンドっていうのがあるんですね。で、リミテッドタイムのセールでもあるということでね、これは何かと言いますと、期間限定で現金で買う場合のみ、障害保証がついてますよというお話なんです。で、こっちはゲーム内でね、先ほど言った通り、なんていうかな、いらなくなった船を溶かしたお金でも買えるので、例えば40ドルの船いらなくなったって言ったら、40ドルのね、ゲーム内通貨にして、で、プラス48ドルね、現金を積めば、まあ、合計88ドルになるんで、これ買えるんですけど、こっちはね、買えないわけです。で、ここまではいいと思うんですけど、ここからはね、話が先ほどのね、アップグレードに戻るんですが、なんとですね、このゲーム、こっちが元となる船なんですけども、このね、元となる船の、その保険とか保証の期間が、アップグレードした後の船にも引き継がれるという特性があります。アップグレードは全部こうなってます、システム的に。なので、例えば、左側が10年保証であれば、アップグレードした先も10年保証になりますし、左側が障害保証であれば、右側も障害保証になると。アップグレードした後ね。ということで、まあ、なのでですね、厳密に言えば、アップグレードする場合は、障害保証があるものを使った方がいいんですね。なのでですね、もし100ドルとか、要は、この船より高い金額じゃないとアップグレードできないから、もしね、100ドルとか、80ドルとか、120ドルとか、まあ、500ドルでもいいんですけど、なんかね、アップグレードして、なんか船が欲しいという場合は、原則的にですね、障害保証のものを先に買って、それをアップグレードした方がいいです。これは間違いないので。まあ、なので、右側の船をね、まあなんかこっちの方がね、ゲーム内通貨いらない通貨で買えるから、なんかいらない船ね、40ドルぐらいで溶かして48ドルプラスしてね、こっちで買えばね、実際自分の手持ちで今すぐ減るのは48ドルだから、まあ、71ドルよりいいかなって一瞬思っちゃうんですけど、そうするとですね、10年保証になっちゃうんですね、こっちだと。なので、まあお金とのご相談にはなるんですけどね、こっちは絶対 71.5 ドル必要なので、なので、お金との相談にはなるんですけども、基本的には、ライフタイムインシュランスがついている方、障害保険の方がね、いいんじゃないかなと思います。はい。というお話です。はい。なんとなく伝わったでしょうか。で、最後ですね、まあ、IAE でいくつか、船がいろいろご紹介されておりますので、それをね、まあ、ざっくり紹介して、今回動画終わりたいかなと思います。はい。で、まあ、何かと言いますとですね、まあ、先ほどから画面左の方にずっと出てると思うんですが、IAE というのはですね、まあ、インターガラクティックエキス、あ、違う、エアロスペースエキスポの略なんですけども、まあ、ゲーム内でもね、いろんな船が、まあ、体験できるみたいな感じのイベントなんですが、こうやってですね、公式サイト上でいろんな船がね、売られるという期間限定の期間でもあります。これもね、12月1日の、フリーフライまでなんですけども、まあ、値段がやばい船もあるけどね、これの見方をざっくり説明して今回終わろうと思います。で、まあ、こんなのパラパラめくってね、この辺の下で買うだけやろうと思うかもしれませんがね、微妙に違うので、聞いておいてほしいんですけども、まずですね、ここ、まあ、例えばキャラック、まあ、ちょっと高い船なんですけども、フライトレディと書いてありますね。これはいいんです。これは買ったらゲーム内でそのまま乗れます、すぐ。問題はですね、こんな感じ、インコンセプトってなっている船があります。で、インコンセプトってなっている船はですね、基本的に完成してないです、ゲーム内で。なので、ゲーム内で買っても、これを直接使うことはできません。じゃあどうなるかっていうと、ね、4万円近く払っといて使えねえのかよと思うかもしれませんが、原則ですね、まあ、似たような金額の、別の船を代わりに使えるようになります。
まあ、もちろんね例外もあってですね、例えば200ドルぐらいしか払ってないインコンセプトの船でもなんかゲーム内だったら300ドルぐらいの船使えたり、逆にですね30万円ぐらいするやばい船買ってもなんかゲーム内で十数万円のねなんか微妙な感じの船しかね使えないかったりとか、いろいろあるんですけども、原則的にはだいたい似たような金額のね別の船が使えるようになりますので、まあそんなにね心配しないでもらいたいんですが、ただねそういった例もありますということで、ちょっとね注意して買っていただけるといいかなと思います。こうね、これはフライトレディだから大丈夫、お値段110ドルですね。でこれもフライトレディだから大丈夫、これも大丈夫、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 はい、大体大丈夫ですね。で IAE の期間はね、まあ、1日ごとにいろんな会社の船がどんどんね追加されていきますので、まあ毎日ねいろんな、なんていうかな、ホームページ見てどの会社が追加されたかなって見ていただければ面白いかなと思います。はい、じゃあ今回の動画ねこれで以上となります。いかがだったでしょう。まあ期間限定のねこちらで今画面に表示している動画、絶対にね見てください。見ないとですね4000円分本当にすっ飛びますので、注意してくださいね。しかもこのね4000円のねもらえるやつってね船なんですけど、それねライフタイムインシュアランスです。障害保険の障害保障がついているアップグレードの素体となる4000円分の船が手に入るので、振り込まれるのはねちょっと12月1日なんですけど、まあそれはしょうがないんですけどね、まあうん、ぜひまあ、入手してもらえるといいと思います。もちろんねアップグレードの素材だけ先に買うということはできるので、まあ前の動画ではねそこまでちょっと詳しく説明してないんですけど、まあどうしてももうねMPUV というその特典の4000円の船からアップグレードしたい方はプレジストアのね先ほどのアップグレード画面、アップグレード画面の方から、まあ、ここねを消して、でオールシップにしてね、オールシップにして、でそうするとね自分の持ってない船とかも結構手に入るので、なんだこれは知らない船というかバイクだ。でここにね、まあ、MPUV と入力していただいて、まあ、アップグレードね買っていただければいいかなと思います。まあ多分ね45ドルぐらいのところにあるんじゃないかな、うん、わかんないけど、あれないな、あった、これでいいと思うんだけどな、これじゃないかもしれない、なんかね MPUV2 つぐらい種類あったと思うんで、ちょっとね気をつけてください。違うかも、これじゃないかも、あったった、こっちこっち、多分こっちだと思う、35ドルの方だと思う、うん、でこれで買うとMPUV が振り込まれる前でもアップグレードを買うことができますね。はい、じゃあお疲れ様でした。サムライ2948、今回はね、無料プレイ期間の解説動画でした。またよければ別の動画もぜひご覧ください。ではでは。